ほうわーた。やあやあ霊夢。今日もやって、うん。何ダラダラしてるんだ？え？何って北斗ダラダラ剣の特訓よ。私は朝からビール飲みながらダラダラ高校野球みたいのよ。そんなことで北斗神拳伝承者になれるのか？なれるに決まってるじゃないの。私はダラダラしながら北斗神拳伝承者になってみせるわ。伝承者になるって発言とダラダラしてるって行動にものすごい矛盾を感じるな。じゃあ今日は名作北斗の剣が抱える矛盾点7選を教えてやるぜ。ああダラダラしたい。働きたくない。特訓したくない。でも伝承者にはなりたい。やっぱり矛盾してるな。それでは早速。お前はもう視聴を始めている。一つ目は剣王様の一人称についての矛盾だぜ。まずはラオウの話ね。てか一人称ってなんだっけ？自分のことを自分で何と呼ぶかって話だな。私とか私とかうちとか拙者とかそれがしとかね。うむ。そして、北斗の剣にはラオウの一人称が全然定まらない場面があるんだぜ。何それ、そんなとこあったっけ？面白そう。じゃあこの画像を見てくれ。これは、ラオウが霊に北斗七星の横の創生を見たことがあるか？って聞いて、霊があるよって答えた後のシーンなんだが、駒を追うごとにラオウの一人称が変わっていっているんだ。ほんとだ、俺、わし、私って、1ページで3パターンも呼び方が変わってる。最後のコマに至っては1セリフの中で変わってるからな。自分のキャラよくわかんなくなって一人称どうしたらいいのかわかんなかったのかな。自分の一人称変えた時ってちょっと違和感あるもんな。ラオウもそんな年頃だったのかもしれないぞ。それで呼び方をコロコロ変えてしっくりくるやつを探してたのかもしれないわね。ちなみにこのページ、他にも定まってないところがあるのに気づいたか？え？他にもあるっていうの？あ、二人称も違う。その通り、一コマ目で貴様って言ってるのに、最後のコマではお前って言ってるんだぜ。自分の呼び方だけじゃなくて、相手の呼び方も定まってなかったんだ。呼び方変えるごとに俺はちょっと違うな、次はわしにしてみようか、とか考えてるのかと思うとクスッときちゃうわね。というわけで剣王様の一人称についてでした。あと霊夢は、今日から一人称をそれがしにするように。え？なんでそれがしが？二つ目は割となく剣王様についての矛盾だぜ。二つ目もラオウなんだ。てかこの話、わかる気がするわ。幼き頃、修行中に泣いた時に対して俺はもうすでに涙を捨てた。って豪語していた剣王様なんだけど、実は作中で割と泣いちゃってるんだ。時との戦いの時に泣いてたわよね。聞かぬのだ、とか言いながら、ぶわって泣いてた覚えがあるわ。お、よく覚えてるな。ちなみに、その時との戦いの時は25コマにわたってずっと泣いてるぜ。大号泣やんけ、そんなに長いこと泣いてたとは思わなかったわ。どんな感情で時との戦いの後に泣きたくば泣くがよい。もう攻めはせぬとか言ってたんだ。絶対時もいやいや、あんたもさっきまで泣いてたやんって思ってるでしょ。他にも、ケンシロウとの戦い前にユリアの命を奪おうとした時には、一回泣いた後にユリアの病気のことを知って、もう一回ぶり返して号泣するという技まで披露しているぜ。めっちゃ泣くやん、涙捨てたんじゃなかったんかよ。まあでもあそこで泣いちゃうラオウ様だからこそ人間味があるとも言えるよな。まあ確かに、そういう弱い部分が見えちゃうからこれだけ人気なんだっていう人もいるわよね。ちなみになんだが、金色のファルコも涙を使い果たしたとか言われてた割に、その後2回ぐらい泣いてるぜ。北斗の剣においては、涙が枯れたって言葉ほど当てにならないものはないってことね。よし、じゃあ私も伝承者になったら涙は枯れたをモットーにするわ。ということで割となく剣王様についてでした。あと霊夢は今日から泣いてもいいけど語尾にピョンをつけるルールな。え？ピョン？なんでピョン？三つ目は核シェルターについての矛盾だぜ。ああ、時、ケンシロウ、ユリアの三人が死の灰から逃げてる時に見つけたシェルターね。どう詰めても入れるのはあと二人だけって言われて。時が二人を中に押し込んで自分は外で死の灰を受けるのよね。おかしい、あれはどう考えてもおかしい。私も霊夢も共通認識っぽいから思ってること一緒に叫んでみるか。せーの。絶対あと二人ぐらい入れただろうが。いや絶対そうよ、見て。ケンとユリアの横に隙間あるじゃないの。これについてはもう当時からめちゃくちゃツッコミが入ってるぜ。子供抱えたら入れるよねとかスペースはあった、詰めるだけでいけてたとか、あんなんでもう入れないとか言ってたら東京の満員電車には乗れないとか、様々な意見が飛び交っているわよね。私もここを初めて読んだ時はいや入れるって、何してるん、ええカッコすなよときってなった覚えがあるわ。さっきから唐突な関西弁喋るよな。このシェルターの謎、いい加減解明されないものなのかしらねー。一応解明はされてるぜ。なにー？解明されてたの？どこで？早く教えなさいよ。これは北斗の剣いちご味にて解明されたんだが、実はこのおばちゃんは北斗有剣みたいな魔闘器の使い手で、このシェルター内でのおばちゃんの力が無双状態になることによって、その魔闘器が、あと二人までしか絶対入れないようにしちゃってるらしいんだぜ。
何その異世界魔法みたいな力、それ解明されたっていうのかしら。ということで各シェルターについてでした。あと霊夢はシェルターとあと二人の謎についての考察っていう題で4000字のレポートを提出してくれ。え？なんで？大学生ですか私？四つ目は天才軍師李白についての矛盾だぜ。タイトルでもう矛盾したわよ。いやいや、李白はラオウにヨガヨナラマンの軍勢を縦横無尽に操る天才軍師と言わしめたんだぜ。さっきラオウも散々矛盾してたくせに何言ってんのよ。ここではその天才軍師と名高い李白様の完璧な作戦シリーズを紹介していくぜ。1、ラオウの足止めにヒューイと主練を派遣。二人とも恐るべき速さで戦死したわよね。大体二人を派遣する必要あったのかしら。別にラオウさんはなんと最後の章に興味なさそうだったし、ケンシロウだけ日射を送ってユリアのとこまで誘導すればよかったんじゃ。2、自分以外の五射精全員戦死という犠牲を払って導き出したラオウの倒し方が無数の罠。いや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 、五射精を蹴散らしてきた化け物ラオウにあんなものが通用するわけないでしょうよ。もうちょっとなんかなかったのかしら。まだ巨大迷路とかの方がマシなんじゃないかしら。3、最後の仕掛け落とし穴。これはもう極めつけよね。あと一息でケンシロウが勝てそうという場面で発動した上に、落ちた先がユリアの待機部屋とか。いかん最後の仕掛けが、ケンシロウさん伏せて、とかせずに、もうあえてケンシロウを下に落とした方がまだ良かったんじゃないかしら。4、ケンシロウ、爆風で視力を失う。やってるわー。ユリアがラオウに連れ去られた上にケンシロウは血まみれで視力を失って、挙句の果てに自分はお姫様抱っこで救出される始末。この李白の目をもってしてもはどの李白の目なのよ。5、虚勢をつか。何やりきった顔してんのよ。あんたはちゃちゃ入れて話をややこしくしただけでしょうが。ドヤ顔して突っ立ってんじゃないわよ全く。ということで天才軍師李白についてでした。あと霊夢はなんでそんなに怒ってるのか教えてくれるか。怒るに決まってるでしょ。やる気のある無能が組織を滅ぼすのよ。5つ目は生きていたユリアについての矛盾だぜ。おお、ケンシロウの言い名付けだったけど真に奪われて最後は自殺しちゃった人ね。ユリアは真が自分のために暴落を働くのに耐えられなくて、高いビルから飛び降り自殺をしてしまうんだよな。でも実はユリアは生きていたのよね。あんな高いところから落ちてどうやって生き残ったのかしら。ナイスタイミングで間に合った五射精の一行がユリアを助けていて、ラオウから逃がすためにあえて死んだことにしたんだぜ。真もラオウからユリアを守るためにあえてユリア殺しの悪名をかぶってケンシロウとの戦いに及ぶのよね。でも今の話聞いてたら矛盾というかむしろよくできたストーリーだと思うけどな。五射精が助けた場面にも山の不動がいたし、たとえユリアが上から落ちてきても彼なら難なく受け止められそうよ。確かにストーリーとしてはよくできているし、作者さんもこの設定に矛盾が出ないように慎重に書いてたらしいんだ。だけど、一つだけ明らかに不自然な場面があるんだぜ。え？そうなの？どこどこ？それは、ケンシロウとシンがサザンクロスで戦った時のこと。シンがユリアの死をケンシロウに説明している場面にあるんだ。ユリアが飛び降りたシーンで、シンは目を見開いて絶望した顔をしているんだが、そこにドサッという効果音が書かれているんだ。もし下で不動が受け止めたりしてたら音がしなかったり、もう少し柔らかい音になったと思わないか？確かにそうね。ファサ、とかフォス、とかそんな音になりそうね。フォスってどんな音だよ。もし不動が受け止めた上でドサッという音になるとしたら、不動がユリアを受け止めたはいいものの耐えきれず地面に落としちゃったとか、つい投げちゃったテヘペロとかそういうことになりそうだもんね。そんな不動見たくないんだぜ。なるほどね。そのドサッさえなかったら綺麗な伏線回収になっていたのにね。ということで生きていたユリアについてでした。あと霊夢は明日までに精巧なユリアの人形を作っといてくれ。え？なんで？あんなの真しか作れないわよ。6つ目はリンの発言についての矛盾だぜ。リンちゃんの発言に矛盾なんてあったっけ？リンは、北斗の剣の最初の方でお母さんやお父さんといた頃は、花が咲いていたと言っているんだ。この発言から察するに、リンが生まれたのはおそらく核戦争より前だよな。おそらくそうね。リンちゃんはお姉さんのルイちゃんと一緒に双子で生まれてきたはずよ。でも、この発言はおかしいと言われていて、リンが生まれたのはどう考えても核戦争後だと思われるんだ。え？なんでなんで？そんな描写あったっけ？リンとルイがまだ生まれたばかりの時に、邪行はファルコにどちらかを殺せって命令してただろ？うんうん、調子に乗ってファルコに命令してる邪行のあの態度は本当にムカつくわよね。ほんとラオウにこいつ殺した方がいいよって忠告された時に殺しといたらよかったのに。うん？じゃあラオウが忠告した時ってまだ邪行はムカつく性格してなかったってことよね。でもラオウが国王に乗ってその辺プラプラしてるってことは、もう核戦争後よね。でもリンちゃんたちが生まれた時にはもうだいぶ偉そうだったから。そう、つまりリンとルイが生まれたのは核戦争後ってことになるよな。なるほど。まあルイの存在とか、北斗の剣の第二部自体が後付けだから、そんな矛盾が生まれちゃったんだろうな。
あくまで最初の設定ではリンちゃんは核戦争前に生まれたって話だったってことね。これはラオウ戦後の引き延ばしによる弊害で生まれた矛盾発言ね。引き延ばしが是か非かって話もあるけど、ラオウ戦以降も面白いのは事実なんだよな。その是非は作者が決めるものだと私は思うけどなぁ。というわけで、リンの発言についてでした。あと霊夢はこれから北斗の拳第3部を執筆してくれ。え？なんで？許可もなしに？もうそれ同人誌やん。最後の7つ目は羅生藩との会話についての矛盾だぜ。藩って、人が童貞かどうかばっかり気にする北斗有拳の男よね？その話はイチゴ味だけどな。会話ってことは、藩と誰かの会話で矛盾したってことよね。誰なの？会話の相手は我らがケンシロウだぜ。とうとうケンちゃんまでやらかしたのね。どんな会話が矛盾してるのかしら？ケンシロウはリンを助けるために、藩の城へ向かっていたんだ。その頃、もう一人の北斗有拳の男シャチが藩と戦っていたんだ。シャチは割とボコボコにされてたわよね。そこにケンシロウが現れて、そしてこう言うんだ。チェックメイトだ。お前には命を投げるしか他に手はない。このシーンめっちゃかっこいいわよね。やっちゃえー、ケンシロウ。藩との出会いの話は一旦ここで終わって、次の話が始まるんだが、ここから矛盾が始まるぜ。藩、お前がケンシロウか、さあ戦おうではないか。ケンシロウなぜ？戦う理由はない。いや戦えよ、お前が戦わんでどうやって命投げ打たせるんや。ケンシロウさん前話の会話覚えてます？ってなるわねこれ。これにはネットでも割と指摘されててみんな困惑してたみたいだぜ。まあまあでも結局戦うし、しかも割と良いバトルするから許してあげましょう。ということで、羅生藩との会話についてでした。あと霊夢は今から藩と戦ってきてくれ。オッケー、頑張ってくるわね。うおうおう肌が泡立ってきたー。というわけで今回はここまで。動画にコメントを残していただけると、大変嬉しいんだぜ。この動画が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。